2000年のオリックスブルーウェーブでは2000年のオリックスブルーウェーブにおける動向をまとめる。この年のオリックスブルーウェーブは、大木明監督の7年目のシーズンである。このシーズン終了後、一郎がポスティングシステムを利用してシアトルマリナーズに移籍した。前年まで長くチームのエースとして君臨した星野信幸が前年末に、 FA で阪神に移籍したこともあり開幕前から A クラス入りを不安視する声が一部で上がったが、田口聡也一郎、藤谷草といった1995年1996年の2連覇時の主力選手は健在だった。過去2年間つまずいていた4月を13勝8敗と、勝ち越して開幕ダッシュに成功し、調子の上がらなかった大英西部に代わって首位に立ち、 またパリーグ4球団が3ゲーム差でひしめく中で4年ぶりの優勝が期待された。しかし、8月21勝14敗と負け越して、日本ハムに抜かれると9月以降も巻き返せず、上位への取りこぼしが目立ち、最後は阪急時代の1988年以来12年ぶりの4位でシーズンを終えた。シーズン終了後、一郎がマリナーズへ移籍しチームは転換期を迎えることになる。 ありがとうございます。